どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっとね短い動画になると思うんですけども、先日ねこちらで紹介させていただいた SPG アメックスのねこのキャンペーンですね、新規入会キャンペーンが最大7万5000ポイントがねもらえるキャンペーンということで、9月の7日にですね私動画を公開させていただいたわけなんですけども、こちらねキャンペーンが始まって、このキャンペーンね、まあ、私のね来ているオファーとか7万5000ポイントなんですよね。まあこちら紹介された側の方が獲得できるポイントですね。7万5000ポイントなんですけども、こちらね今日オファーということで、アメリカンエクスプレスから8万ポイントっていうねオファーをもらってる方がですね中にはいらっしゃるそうなんですよね。まあこちらね私も全然知らなかったわけなんですけども、7万5000ポイントの場合はですね、この SPG アメックスのねクレジットカードを発行した後ですね、3ヶ月以内に10万円を決済すると3万6000ポイント、30万円を決済すると3万ポイント、通常の決済分を入れると9000ポイントということで、合計ね7万5000ポイントがね獲得することができるキャンペーンというふうになっておりまして、まあこれだけでもねかなりすごいんですけども、アメリカンエクスプレスのねこの強オファーをねもらっている人からはですね、8万ポイントがねもらえるオファーっていうふうになってるんですよね。でこの8万ポイントのねオファーの内容なんですけども、3ヶ月以内に10万円決済すると3万6000ポイントで、3ヶ月以内に30万円決済すると3万5000ポイントで、通常分の決済を入れると9000ポイントということで、合計ね8万ポイントがもらえるっていう感じになるんですよね。ですので今後ねこの SPG アメックスね発行検討されている方、こちらね私の知る限り今ねウェブ紹介だけになってると思うんですけども、SPG アメックスね発行検討されている方はですね、こちら8万ポイントが付与できる方からですね紹介 URL をもらって発行ねしていただければなというふうに思うんですよね。私もね全然知らなかったわけなんですけども、こちらね私知ってですね、今後ねどうしていこうかなというふうに思いまして、まあ私にねありがたいことに紹介ねしてくださいって言っていただける方もね中にはいらっしゃいますので、これどうしようかなっていう話になってですね、で私がですね信頼できる友人の方とかにこの8万ポイントの紹介 URL をもらってですね、この私に紹介来たものをその人にお伝えするみたいな、まあそういった感じでね利用するのがですね一番いいのかなというふうに思っておりまして、まあ SPG アメックスにはですねこの紹介するとですね、紹介ポイントっていう紹介する側にもポイントが入るんですよね。この SPG アメックスの場合はですね1枚につき3万ポイントがねもらえるわけなんですけども、まあこういった感じになるわけなんですよね。まあ私にはポイント入らないですけども、その私のね信頼している友人の方にはポイントが入るということで、まあそういった感じでですね私の紹介ね来る方に関してはですね8万ポイントねもらえるようにねしていこうかなっていうふうに思ってたわけなんですけども、こちらねアメリカンエクスプレスのねデスクの方に確認したらですね、まあ、私の方に紹介を依頼されたものをですね人のね紹介 URL を渡す行為っていうのはですね、こちらねアメリカンエクスプレスのこの紹介制度の規約違反になってしまうっていう回答だったんですよね。ですのでこちらね利用することができないっていった形になるんですよね。ですのでね完全にこれはもう困ったっていう感じなんですけども、今後私にね、紹介依頼が来たものに関してはですね、この7万ポイントになってしまうこと自体をね説明した上でね紹介させていただこうかなというふうに思っております。まあこちらね視聴者の方にね不利益になってしまいますからね。でですねこの8万ポイントの人どうやって探すのかっていう話なんですけども、こちらですねまあツイッターとかねやっている方はですねこの8万ポイントね、紹介してくれるっていう人はまあ紹介した側もね3万ポイントもらえますので、まあすぐね人は見つかると思うんですよね。8万ポイント付与できますよっていう方ねすぐ見つかると思います。でここでですねこれから発行されている方はですね、検討していただいて、まあその人でいいのかっていうのと、まあツイッター上っていう風になりますんで、まあブログとかもそうだと思うんですけども、名前も顔もね出してない人になるじゃないですか。まあ出してる人もね中にはいらっしゃると思うんですけども、まあそういった感じでですね、まあ信頼できるかどうかっていうのはね、まあそこはね難しい部分になるかなっていうふうに思うんですけども、まあ私がねこの人って言える方がねいらっしゃればね良かったんですけども、まあこれもね
規約違反になるということで、まあ、どうしようもない感じになりますんで、まあ、こちらね8万ポイントね欲しいよっていう方はですね、ちょっとツイッターとかですねご自身でね、調べていただいてですね、その人でいいのかっていうのをですねご自身で検討していただいて、選んでいただければなと思います。まあ、私にね頼んでいただいてもいいんですけども、私の場合はね7万5千ポイントになってしまうっていう風になりますんで、この点はね、ご了承いただければなと思います。で、今回ね8万ポイントになるということで、こちらね今のところウェブ紹介のみというふうに聞いているわけなんですけども、アメリカンエクスプレスのね入会方法っていうのは3パターンあるっていうのを前回話させていただいたと思うんですよね。公式とウェブ紹介、こちらが今回8万ポイントができるやつですね。あと営業担当っていうふうになるわけなんですけども、アメリカンエクスプレスのね公式サイトにずっとね記載があるんですけども、こちらですよね、あのウェブ紹介のね文言の一つに、アメリカンエクスプレスのねクレジットカードをすでにお持ちの方は入会キャンペーン対象外ですよっていうね記載があるんですよね。まあ、これはねもうずっとあるんですけども、これねよくわかんないんですよ。この他のねアメリカンエクスプレスのクレジットカードね保有されている方でウェブ紹介を受けて入会しますよね。これね入会キャンペーンのポイントが付与されたり付与されなかったりするんですよね。で、付与されればねこのウェブ紹介でねやっていただくのもね全然いいと思うんですけども、この付与されなかった時ですよね。ちょっと私のね視聴者の方でね一回いらっしゃいまして、他のアメリカンエクスプレスのクレジットカードを保有していて紹介 URL でね入会して、結局ねキャンペーン対象にならなかったっていう風になりまして、まあ私の方もねアメックスのデスクとか営業担当の方にねちょっと聞いてみたりしたんですけども、結局ねこれはダメなものはダメということで、これねキャンペーン対象外になるとですね覆らないんですよね。ですので初めてねアメリカンエクスプレスのクレジットカードを発行される方はねこちら気にする必要全然ないんですけども、アメリカンエクスプレスのクレジットカードを1枚ね、まあどれでも発行しているクレジットカードで、アメックスが発行しているカードですね、まあプロパーとか提携カードあると思うんですけども、まあ、もしね保有されている方であればですね、このアメリカンエクスプレスの営業担当経由で入会するとですね、この入会特典っていうのは保証してもらえるんですよね。ですので絶対もらうことができますんで、まあ同カードを持ってない場合ですけどね、同じカードを前に持ってたらねちょっと話は変わってくるんですけども、そのカードをね初めて発行される方であればですね、このアメリカンエクスプレスの営業担当経由であればですね、入会特典ね保証していただけるっていう風になりますんで、もしね他にアメックスのカード保有されている方はですね、アメックスのね営業担当経由でね発行ねしていただければなと思います。ということで今回ですね、SPG アメックスの新規入会キャンペーンが7万5千ポイントと8万ポイントがね付与できる話がねあるということで話ねさせていただいたわけなんですけども、まあこれねどっちを選ぶかってのは難しいところですよね。まあ個人的にはですね、自分のことを言っているわけではないんですけども、まあできればですね名前と顔晒している人からね発行していただくのがねいいのかなというふうに思うんですよね。まあやっぱりそのアメリカンエクスプレスのクレジットカードね、まあ年会費ねこの SPG アメックスに関しても3万円超えのね高額のクレジットカードじゃないですか。まあそれをね紹介で発行するのであればですね、ある程度ね信頼できる人からですね発行ねしていただければなというふうに思うんですよね。まあもちろんねウェブ紹介で8万ポイントがもらえて、その人が顔と名前晒してますっていう方だったらね、まあ、こんな素晴らしいことはねないと思いますので、ぜひそういう方をね見つけていただいてね紹介していただければなというふうに思うんですよね。なんかねポイントが付与されなかったってなった時にですね、ちゃんとね対応してもらえる人からね発行していただくのがね一番いいのかなっていうふうに思いますので、まあ、この点はですね、顔も名前もね晒してない人で紹介 URL もらって発行しました、でちゃんとポイント付与されればいいんですけどね、これがポイント付与されなかった時ですよね、どうしますって話になってですね、まあアメリカンエクスプレスとね交渉するようになると思うんですけども、やっぱりねその時にね紹介した人と連絡が取れないとかね、もう紹介してもうあとはもう全然連絡取れないみたいなね、まあそういった対応もしてくれないみたいなね、そうなってくるとですねかなり残念な思いするかなっていうふうに思いますので、まあ個人的にはですね名前と顔晒してる人からですね紹介ね受けて発行していただければなというふうに思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。